こんにちは、速稼塾の久保です。私はね、昭和47年生まれなんですよね。で、私の生まれた時から、そうですね、少年時代といいますか、10代を過ごしてきて、大体20歳とかになるぐらいまでかな、やっぱり世の中すごく景気がいいっていうかね、どんどん経済成長していて、まあ当時は経済成長って意識はなかったですけども、何か知らないけども、新しいゲームが出たり、新しい車が出たり、家がどんどんね建て替えられたりとか、で海外旅行に行く人も増えてきたりとか、なんかすごくねワクワクするような、そんな10代を過ごしましたね。まあそれがいわゆるバブルの時代に向かう高度経済成長の最後の勢いだったのかなと思いますけども、私は高校生の頃だったかな、500円玉ってものがまあ現れてきたりとかね、それからまあ高花田若花田みたいなことがあったりとか、天皇陛下のことがあったりとか、いろいろあって、まあなんかね、ジュリアナ東京みたいなのが閉店するよみたいな話もあって、とりあえず私は大学に進んだんですよね。まあそれまでの私の価値観では、進学してなるべくいい大学に行って、その大学からなるべくいい企業に入って、30年から40年勤め上げたら豊かな老後みたいなね、そんなモデルがあったんですよね。でその途中で結婚をして、で家を建てて、車を何年かに一度買い替えて、たまに家族旅行をして、でお父さんお母さんで子供が2人みたいなね、そんなの本当にスタンダードに考えてました。そういう家を、そういう家庭を持つのが私の目標だと本当に思ってたんですよ。本当に思ってました。ですので私は真っ当な人生を送ってるつもりだったんですけども、実際にね大学に行ってみると、あれと、世の中不景気になってきてるらしいぞってことが分かっていて、それからというものを本当にね、山を転げ落ちるようにですね、日本経済っていうのは世界の経済発展とは裏腹に、まあ、デフレに入っていくわけなんですよね。なるべく安く、なるべくお金を使わずに、でなるべく楽な作業をして、それを効率と呼ぶらしいですけどね。で、私がだから20歳ぐらいまではこう言ってたんですよ。それからピークアウトして今こうなんですよね。ですので、これから大量消費、大量生産っていうものを見ていた私の人生の前半から、これからね、少子高齢化でいろんなものが足りなくなってきて、サービスが足りなくなってきて、人が足りなくなってきてっていう風な、そういうね、寂しい未来っていうものをこれから見据えていかないといけないところで、まあ、私はね、今ね、懐かしいっていうキーワードに結構ね、触れているんですよ。で、そこでですね、私が今手の中にあるのが、ちょっとすいません、音がしまして、まず一つ目お見せしましょうか。私がね、小学生の頃に見ていた、小中学生の頃に見ていたジャイアントゴーグってアニメがあるんですけども、それのなんかね、復刻版みたいなのが出てるんですよ。これはコミックボンボンっていうね、少年誌に書いてあった漫画、当時テレビと同時進行で書いてたと思うんですけども、それを表紙だけ書き直して、ちょっとね大きい版にして、こう今の40代の方に向けて多分出されてるんですよね。懐かしくてついつい買ってしまいました。っていうのが一冊でしょ。それから、風の谷のナウシカも全巻買ったんですけども、これ私ね、中学生の頃にチャラッとアニメを見た覚えがあるんですけども、結局どうなったのか分かんないままだったんですよ。で今こう全巻完全にコンプリートしてるんで、まあ読んでみようかなみたいな感じなんですよね。これもだから40代をターゲットにした、まあ、マーケティングであり商売なりってことなのかなと思います。そして極めつけがこれです。昭和40年男ってものがね販売されていて、これあれ味平でしょ、これ多分料理人味平ね。それでこの昭和40年男っていうのは、前もねオカルトとか宇宙人とか UFO の回の時に買った覚えがあるんですけども、本当にまさにね、私が小学生だったら、で小学生でありお小遣いがあったら必ず買っていただろうっていう雑誌なんですよ。それで今この年代で少年時代を思い出すためには、本当にね、ことせんに触れるもの、涙腺に触れるものがいっぱいこう出てるんですよね。宝箱みたいな感じです。まさにね、なんですかね、昭和47年に生まれた私が憧れてきたもの、追い求めてきたもの、欲しかったものが全て思い出としてこの中にあるんですよね。で、昭和30年男とか昭和50年男っていう雑誌がないんですよ。これが何を意味するかなんですよね。本当に今昭和40年代に生きる、生まれてきた、そして今40代とか50代を生きている、エアコンが喋ってますね。なんかね、もう
結構あるんですよ。小学生時代、中学生時代、高校生時代、ネルトン・ベニクズライダンとかっていうのがあったりとかね、うん、トンネルズが私たちのこうお笑いだったと思いますし、途中からダウンタウンみたいなのが出てきたりとか、それから大学生になった時に私たちはテレビから離れて、うん、合コンってものにね行き出したかなっていうところですよね。で車はソアラからシーマへ、シーマからセルシオみたいな感じだったと思います。私はずっとマーク2だったんですけどもね。でその後グロリアになって、それからと今のはずっとセルシオだったかなと思いますけどもね。もう本当にね、絵に描いたような消費のターゲットかもだったわけですよ。でまあそれが今に至るわけなんですよ。未だにだからこうやってね新しいものにマーケティングされているという形でございます。この動画で私が、ね、何を言いたいかってことなんですけども、まあね、懐かしいっていうキーワードですよね、スターウォーズ。まあ、こういったことをこれからもちょっと動画のとかでね話していきたいかなと。アイドルブーム、80年代アイドルブームもありますし、今ね古びた昭和の商店街とか、うん、ああいうものとかね、なんか妙に懐かしいんですよね、うん、いろんなものが、あ、いや懐かしいですね。ね、懐かしいと思う方なんかこれこういうなんか昭和40年代生まれの懐かしさってなんか関わってみたいなと思うんですけどもね、いかがですかね、うん、この前渡里哲也さんもお亡くなりになりましたけども、西部警察みたいなのもね小学校の頃よく見たな、車がバーンって言ってね、カースタント憧れたな、うん、みたいなことがいろいろありましたというお話でした。では。